ある巡礼者の物語イグナチオ自助伝をまとめる決意をするイエズス会の同志後輩たちは長年に渡りイグナチオに自助伝を残してほしいと懇願してきたが彼はなかなか承知しなかったある日彼が祈っていた時 自分の魂の遍歴を二条線にまとめて後に続く者たちに伝えることが神の御意思であることを誘った直ちに師匠役の神父に筆記を頼み口実を始めたイグナチオは早朝食の多忙な日程と上記がちのため口実筆記は なかなかはかずらず約2年の歳月を要し1555年初秋に終わることができた終わったのは彼の起点10ヶ月前のことだった口実にあたってイグナッチュは国名に日記をつけていたのでそれをもとに自分の生涯を神が どのように導いてくれたのかを語り始めたのだイグナチョウは生来科目でよく考え言葉を選んで語った彼が語ったのは神が与えてくれた恵み慰め試練誘惑罪と執着からの心の浄化浄化の結果 神神からら与えられたた。秘体験だった彼は神から大きな恵みを受けたにもかかわらず心の真相に残っている傲慢執着との戦いの数々を淡々と語り事実を最新の注意をもって忠実に伝えるよう注意し講述したのだ。 このようなイグナチョウの語り口は、読む者に忍耐と注意力を要求し、深く考え、事故を反省することを要求するのだ。読む者が注意深く読み、調として読み進むならば、おいおいとイグナチョウが語る物事自体が、 読者に深い感銘を与えるようになるのだ。イグナチューの「自叙伝」は淡々と事実を述べているだけだが読んでいるうちに語られることは誰にでも起こりうる普遍的なことだと悟るようになるだろう。この「イグナチューの自叙伝」 ある巡礼者の物語はイエズス会の同志後輩からの強い要請で書き始めたものだからイグナチオは霊宗に書かれていることを前提として簡潔に自分の体験を語ればよかったのだ。このように霊宗とイグナチオの自助伝は 相互に保管し合う関係にあるのだ。以上です。2023年1月3日。INU 研究機構学長教授久保です。ここに掲げた写真は、講述する前に自分の日記を点検するイグナチオの像を掲げておきます。 以上ですどうも